豊かな色彩が織りなす複雑な文様薄い生地の中に奥行きを感じさせますこちらは7000本もの糸が描き出す京都嵯峨野の竹林艶やかな質感が布地に命を吹き込み木々の息吹も聞こえてきそうです福岡市天神のエルガーラでは 染色家北村武さんの作品を展示販売しています1935年に京都で生まれた北村さんは織物の産地西陣で習得した高度な技術で染色界を牽引し2つの分野で重要無形文化財保持者いわゆる人間国宝に認定されました。 唯一無二の染色家とも言われていた北村氏ですが今年3月86歳で亡くなりましたこちらには全部でおよそ40点の作品があり北村氏が残した魂息づく作品を鑑賞することができます 伝統を受け継いだ技法が評価される一方で北村さんは常に新しい表現を追い求め染色の最前線を切り開いてきましたやっぱりあの頂点の方だったと思うんですねモダンさ、斬新さを含めて作られたのが北村先生だと思います先生の素晴らしさというのはまたその構造を折るために旗から作られていった伝統的でありながら 最先端の技術を織り込んだ北村さんの作品は今月24日まで見ることができます。